二刀流でしょ。もう噂ではもうトミージョン手術も成功してもう投げるんじゃないですか、十分間に合うんじゃないですかね、うん、金村さん、二刀流についてどういう見解？いや、僕はもう最初から1年目の時からブルペン行って、彼が18歳でブルペン入った国頭村に見に行ったのは僕と江川さんしかいませんでしたからね。江川さんは日テレのハイヤーで、私は日産マーチの名前を借りてで、オクソーナーと栗山さんとブルペンで見た時に、まあ WBC のキャンプやってたんで、僕は中島という後輩のキャッチャーいたんで、もうすぐ、WBC も行けるなと言いましたし、その試合で昼から紅白戦で彼はライト守って紅白戦で2本打ったんですよね。それも左ピッチャーから、もうとんでもなかったです。それよりももっとすごいのが、そのライト前ジャックルしたのを二塁打にしたあの足ですよね。足はもうトップクラスでしたよね、スピードは。だから二刀流、その時ほとんどの人は二刀流反対してましたけどね、僕は、我はもう漫画から抜け出してきた男やとこれはもう二刀流行くべきだと言いましたよね。そこには大塚というコーチも言ってた、友達の大塚が心配でね、ずっと詰めて国頭村初めて行ったんですけどね、行く時にもう本当道迷ってんのかな思いましたけどね午前中にブルペンに入るという、名護から向こう行ったことないんでね。でその時にこうずっとちっちゃい車でね、レンタカーで行ってると寂しくなりながら、海沿いをね、でヤンバルクイーナが2匹引かれてたんですよ。それを言うとネタやとか、本当に2匹引かれてて、これ忘れもしない、もう夕方のニュースになってたんです、ヤンバルクイーナが交通事故で引かれてたと、うん、それが一生忘れないですよね、その衝撃は。で間違ってなかったと、行ってみてブルペン見てもう驚いて、まっすぐのストレートのスピードと、それこそ薄いという感じよりも、僕が喋って握手したら見上げるような体の凄さもありましたし、そっから大谷君年々ケツ周りも年々大きくなっていきましたし、うん、ただ僕の可愛がってた大塚が初コーチでね、その試合でノック見て、ああこれはもうすぐクビになるなと思いましたよね外野にノックが飛ばないコーチ初めて見ました。その時の内野守備コーチがミキというね、今年来年から楽天の監督になりますけど、まあ彼にね、大塚頼むなって言うと、任せてくださいって言ってましたけど、1年終わると無理ですねと言ってましたね。すごかったですね。僕もまあキャンプを回るのをこれで来年2月から1月31日からまた出発しますけど、これで20回目になるんですかね、中日団のキャンプ巡りツアーといいますか、僕の原点ですから、まあ、その中で見た中でも最高級レベルですよね。大谷翔平は規格違いでしたよね、才能だけじゃなく、こう練習とか努力の面でも、まあ話も来ましたけど、1年2年目もうトレーニングは欠かさずしてるんで、そうじゃなかったらあんなお尻や太ももあんな1年で太くならないですよね、うん、もうコーチに聞いてもずっとジャージかジーパンかね、で外出禁止で1年間はもう遠征先でも外出は栗山監督の許可がいるとか言ってましたから、その時に一緒に入ったのが藤浪、1年目から活躍してドーンと給料上がっていきましたけど、もう全然違いましたよね。2年目からでも大きくあんまりならないですしね、もう伊達眼鏡はめるようになってましたよねイタリアの高級生地のスーツとかに変わってましたからね、その辺の違いがどんどんこう差になって出てきましたよね。ポテンシャルは18歳の時は同じようなピッチャーに見えましたけど、やっぱり大谷のその1年目2年目3年目、まあ WBC の時もね、一緒に行ってる人間来たらもう朝誰よりも早く食事会場で食事して、ほとんどジャージ姿しか見かけないという、もう野球するために生まれてきた、もう本当漫画から出てきたようなそんな選手ですよね。だからメジャー行っても
メジャーの中でもなんかもう今やすごいと、バッティング練習でも後ろみんな見に来るような存在らしいですもんね、うん、いやー分からないですね。まだ先に行きそうな感じしますしね。今年手術を終えて来年はもうなんかガンガン投げてそうな、そんな気もしますしね。来年再来年もう一気に何百億いう契約まで行くんじゃないですか。あれ契約も行く時はそんなもらってないはずですからね、だからあと2年ぐらいしたらとてつもない契約になるん違います。100とかね、100何億とかいう数字が出てくるんじゃないですか。ダルビッシュでももうすごいもう体になってますしね。僕はダルビッシュともあのインスタグラムとかよくいいね押してますから僕も、で彼もお歳暮送ってきてくれたこともありますし、とてつもないメジャー級の量でしたけど、あのアメリカに遊びに来い来いとか言ってくれたりね、してますけど、そのうち行くは言って行けてないんですよね。まあ彼なんかはもうもっと活躍というかもう終わってからのことまで考えてますけどね、ダルビッシュはねもう引退もなんか決めてたんじゃないですかね。30何歳で引退するとかね、もう30歳超えてるんですよね彼もね、うん、菊池と菊池が、はい、あの2人移籍しますけど、今はもうメジャーのチームが内野手をあんまり欲しがってないですよね。もうデータ野球というかもう飛ぶ方向も今はツーシームをやめて、メジャーももうフォーシームにまた戻ってるって言いますしね。スピンの効いたフライを上げさすようなで、データを取って、守備体系を決めたり、だから守備範囲の広い内野手っていうのはもうあんまり重宝されないって聞きましたし、だからどうなんのか、筒香はまあ決まりましたけどね、外野手ですよね。だから秋山はやっぱり足もあるし外野手として行くんで、内野手はちょっとね、松井和夫しかり西岡井口ぐらいがまあ成功したのかなという感じですけど、井口はやっぱりパワーヒッターみたいな感じでね、松井や西岡や菊池というのは同じようなタイプですからね、ちょっと内野手どうなのかなという気しますけどね、だから何度も言うように外野手ならっていうところでしょうね。松井一郎みんな外野手でしょ、筒香も、だから内野手はちょっともう厳しいんじゃないかなという感じですよね。ピッチャーはもちろん成功するパワーピッチャーは間違いなくメジャー行っても成功しますしね。ダルビッシュもといいね、田中マー君もそうですし、マエケンもそうですしね。だから日本と同じぐらいのあれぐらいのレベルの人間は行ったらまあ活躍するでしょうね。